ポルノグラフィティの岡野明人です。へー、岡野明人がお届けするディスパッチャーズ、やっておりますけども、今日はどんなことをやりましょうか。スペースシャワー TV でしか聴けない限定の曲もお願いしたいなと思うんですけど。なるほど、まあ名刺代わりの、ポリリズム一応ちょっとボケてみようかなと思った。そうですよね。そうですよね。もっと生体反応を示してくれ。もう顔が土色みたいなと思う。一応ボケたんです。はい、ごめんなさい。はい、いいですか。いや、一応名刺代わりのアゲハチョウみたいなんとか、ね、またあとはなんだ。ゾンビ？ゾンビみたいなのはアコギでやったらどうなんだみたいな、あの世界観全然違う、結構ヘビーロック、まあヘビーロックというか、まあそういう曲なをアコギで一人でやったらどうなるかみたいな、あまり想像つかないですね。うん、そういう、こととか、あとやってないのあるよね。向かい合わせとか、知ってる？いや。またボケたんじゃないかと思ってるでしょ、向かい合わせ。ポルノの曲であるからね、梅くん。あとはライブで一番盛り上がる曲って何ですか。盛り上がる曲、やっぱ羽馬ライダーとか盛り上がるんですかね。タオルを回したい的な、まあ、ミュージックアワー、オーリバルとかですかね。うん、今いろいろ挙げてもらいましたけど、どうしましょうか。何の歌いきますか。じゃあさっき言ったアゲハチョウを聞いてもらいましょうか。これはまあ名刺代わりというか、まあ、皆さんもなんとなく知ってる人も多いんじゃないかなと思いますので、アゲハチョウを聞いてください。ポルノグラフィティ岡野明人で、アゲハチョウを。ひらりひらりと舞い遊ぶように姿見せたハゲハチョウ、夏の夜の真ん中月の下、喜びとしてのイエロー憂いを帯びたブルーに、世の果てに似ている四国の羽で、旅人に尋ねてみた、どこまで行くのかと、いつになれば終えるのかと、旅人は答えた、終わりなどはないさ、終わらせることはできるけど、そうじゃあお気をつけてと見送ったのはずっと前で、まだ帰らない、彼が僕自身だと気づいたのは今さらに、なんてなったあなたに会えた、それだけでよかった、世界に光が満ちた、夢で会えるだけでよかったのに、愛されたいと願ってしまった、世界が表情を変えた、世の果てで詩人がたったひとひらのことの葉に込めた意味をついに知ることはない、そう、それは共にできるならあなたに届けばいいと思う、もし、これが戯曲なら
けなのだから、あなたが望むのなら好みなどいつでも差し出していい、降り注ぐ火の粉の盾になろう、ただそこに一握り残った僕の想いを救い上げて心の隅に置いて、ラララララ ラ, 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 ラ、あなたに会えたそれだけでよかった、世界に光が満ちた、夢に会えるだけでよかったのに、愛されたいと願ってしまった、世界が表情を変えた、世の果てでは空と海が混じる、荒野に咲いたハゲや蝶を揺らぐその景色の向こう、近づくことはできないオアシス、冷たい水をください、できたら愛してください、僕の肩で羽を休めておくれ、ちなみに今お一人ですけれども、うん、ポルノと何か違う感じしますか？普段は春一さんがいらっしゃいますけど、ポルノとそれはまあ違うでしょう。え？大変だなみたいな。まあそれも いつも春一がわーっとこう、はい、なんてアイディアとかなんかこうなんていうかな、発想がまあ豊かな人なんで、わーっといろんなこと言うから、その辺のなんかフォローみたいなのがないから。大変だなとは思うけど、まあ今僕は僕のペースで今はできるっていう楽さもあるし、なるほど、はい、まあ、確かにそれはそれで、はい、うん、まあなんかでもやっぱこうまたポルノで背負ってるもんとは違う気楽さもあるよ、やっぱりポルノっていうのは、うん、まあ自分でもあれだけど、まあ、20年ねファンの人に支えてもらったっていうその大きなあの歴史があるから、うん、2人になったらどうしてもそれがこうつきまとうけど、まあ僕個人はまだまだなんていうかな、あの僕個人で動くみたいなことはほとんどないわけだから、はい、うん、そういう気楽さはある、うん、ちなみに今ポルノのお話見ましたが、うん、20周年迎えましたが、はい、どうですか振り返って今何か。ポルノはね20年よう頑張ってきました。一つまあ20年やったっていうのはこう山を大きな山、まあ、10年ごとがに山があるんなら、山は2つ目の山はぐっと登ったかなとは思うので、こっから、まあ、また高い山に登るための今こう助走というかね、まあ、それは次の30年目に向けた、ね、助走を取ってると皆さん考えてくれたら、また高い山をね見るためにこういう番組もやるしみたいなことも今思った当初考えてたわけじゃない1回目に作ったツイッター、はい、あそこでまた募集を、あ実際にそうだそうだ、はい、ディスパッチャーズっていう、アカウント名でありますので、いろいろ僕に何をやってほしいかとか、あんまり無茶ぶりになってしまうとなんか振り切りすぎると俺が困っちゃうので、すごくもう嫌になるのでこの番組がいい感じのぜひ企画をお待ちしております。今後も頑張りますので、今日も見ていただいてありがとうございました。ディスパッチャーズ